皆さんこんにちは、うぷ主です。今回はお知らせと次回予告ということで動画をアップしました。ではまずはお知らせです。この頃うぷ主は DVE のライブをアップしていると思いますが、この度新しいチャンネルを作ったので、そちらのチャンネルでライブ動画を上げようと思っています。なお、新チャンネルのリンクは下に貼っとくので、よかったらご覧ください。お知らせは以上です。では、次回予告をどうぞ。うぷ主、いろいろな切符を使って向かったのは、廃止まであと1年を切った、三江線、綺麗な絶景、もう有名な駅、新幹線課金、広がるチェーン、日帰り旅の限界に挑戦した、800キロ超えの旅の行方は、次回、日帰り旅の限界に挑戦、三江線と三人の旅、お楽しみに。